とあの人よりちょっとだけ食べることができる女です。いやなんかすごい今までと違う感じのロケって感じなんですけど、帰れば10ですね。帰れば10。おかわり。チーズインハンバーグ。はい。ランキングに入ってます。イエーイ。ランキング入ってます。おお。マジで？すごい。さっき、まあ、2分の2なんで打率ゼロで鈴木さんが、鈴木さんから注文いいですか。メニューお願いします。はい、エビと山芋オクラのネバトロサラダうどん。これ超ヘルシーヘルシー。俺これね自信あるよ。マジでピンポイントでいくよ。トウモロコシのポタージュ。なるほどね。これ絶対あるから。だってさ、ポタージュ嫌いな人見たことある。確かに。そうっす、値段的にも274円だし。あれそれで2個みたいな感じで考えてるんですか。OL ランチ。分かったじゃん、もう一個頼むよ。 OL のランチ。それじゃこれね、マジ当てに行く。マジ当てに行くよ。ネビトロ丼。鈴木さんがその3点。はい、お願いします。はい、じゃあ私ちょっと酒飲みとしてあの行きたいんですけど、ここはブルドーザーで行きたいんですよね。この遠藤くんコーンのオーブン焼きほうれん草ベーコンをブルドーザーでちょっと3品一気に出していただいて、酒と合うかどうかを確かめたい。なるほど。美味しいんだもんね、どれもね。そう、楽しんじゃう。そう、それココツブシトクチョコバナナさん、かわいい。で、元気だったらもう一個もたえていきます。手応えありますね。これ手応えある。手応えある。手応えある。分かったけど、この値段でこれはちょっとね、来てますよ。打率？うんうんうん。あーまあ、じゃあポン。これはね、最高なんですよ。この焼き加減が程よい。シャキシャキ食感も残しつつ、しっかりとコーンのね、この甘み、優しさ。うまいね。俺いいじゃん、お腹もいっぱいになるし、サラダもいっぱい取れるし、体にいいし。遠藤くん、名前がかわいい。これ遠藤くん、あ、おいしい。ちょっとこのバターの甘みね。なるほど、バターの甘みとベーコンのしょっぱさでビールガンガンいけるやつ、素晴らしい。めっちゃ水分、めちゃめちゃ喉が入ってきた。ヘルシーってことは嫌い。ヘルシーってことは嫌い。割と聞こえるか聞こえないかぐらいの声で真顔で、私ヘルシーって言葉嫌いって言われた。まず先ほど鈴木さんが食べた、ネギトロ丼、はい、はい、こちらはランキング外です。まあ、次で言うとトウモロコシのことはランキング外です。まだあるから、はい、まだこいつがやるからいいわ。一生懸命食べてください。なんかあいつ腹だかな。ユーマが今食べたチョコバナナサンドはランキングに入ってません。お願いします。鈴木さんの召し上がりになったエビと山芋オークのトマトロサラダ、こちらはランキングに入っていません。でもさ、まずは俺のこと見ないんだよ。こちら入っておりません。冷徹な試験官みたいな。いい加減いいんすか。でもブルドーザー、ブルドーザー鈴木に変えてもらって。ゲーハーブルドーザー。
自分で一番嬉しい。はい、食べましたよ、おつまみ3点セット。オーケー、お願いします。はい、じゃあ、松口さんのお金になった、はい、199mmですね、はい、遠藤くん、コーンの大勢、はい、コーメソーベーコンですね。はい、こちらはランキング。じゃあ俺もう息をとどめさせよ。お願いします。じゃあ俺山盛りフライドポテト、山盛りポテトフライ。山盛りポテトフライいきますか。はい、僕山盛りポテトフライお願いします。タラコイカ、大葉の和風、だし汁、スパイク。うまそう、うまいこれいきます。じゃあビーフ 100% プレミアムチーズインハンバーグお願いします。はい、はい、はい、2位おめでとう。もう見た目が絶対に。すいません、もう一杯だけいいですか。はい、ごめんなさい。食いてー、それ絶対に。ギャグだ、ギャグ。これやばっ。似合うな。一杯目のペースだよ。もう死んでもいい。優勝、大優勝。これ入ってるわ。オッケー。これめっちゃうまそうだわ。間違いないよこれ。芋うまいな。うまい、うまい。もう大食い見てるんで知ってるんですよ。すいません、ありがとうございます。これだね。パスタは大きい一口で食べた方が視聴率が取れるとしてる。でしょ、吉高先生。いただきます。いる、入ってる。僕いると思います、これ。めちゃくちゃ美味しい、これ。なんか、普段食べるタラコのスパゲティって結構もっさりしてるんですけど、で汁なんかこれ、汁が入ってるから、サラサラ。だし汁が入ってるんだよ。超サラサラです。これめっちゃ美味しい。やだよ、節制できない。終わった。早い、ポテトそんだけ食べるの早いわ。はい、結局だ。今回気になりますか。あります。これはてかこれ外しようがないと思う。じゃあ終わりじゃない。さっきずっと面白いこと言ってる。267いったか。確かに。サッチャーから行こう。サッチャー頭に出して。はい、私です。はい、じゃあビーフ 100% プレミアムチーズインハンバーグ。はい、はい、こちらがランキング2。え？やばい。じゃあ、ユーマが食べたタラコイカ、大葉、和風だし仕立てのスパゲッティ、こちらはランキングに入っていません。えぇ、ー、やばい。もうここだって絶対無理じゃん。期待してっても。じゃあ、鈴木さんが食べた、なんてこと言うんだよ。これは山盛りポテトフライですね。あ、でもあると思う。こちらはランキングに入ってます。おお、今アイスが来た。これは初のランクイン。いいです。うわー、大きい声出しちゃった。すいません。すごい、大丈夫、さっきから出し持ってるから。ステーキか、俺ここ怪しいと思ってる。カツ丼、ヒレカツ丼いく。キーマカレー、いやないかな。でもなんかこれはマジ行くと思うよ、俺。これ行くと思う、これ。僕もそれ行くと思うよ。うん、チョコバナナとマスカルポーネ。もう早くしろみたいな。なんか、じゃあ僕それ。パンパン煽ってきたんですよ。わー、痛い。何それ聞いたの。わかんない。なんかよくわかんなかった。僕これ言いますか。チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ。行きますよ。俺、温玉ミートドリア。それあると思う。と、10種の刻み野菜の鉄板焼きキーマカレー。ピザとマルゲリータどっちでしょう。じゃあ、マルゲリータでお願いします。はい、じゃあ甘いのしますわ。あ、僕行きますよ、甘いの。いや、
頑張る。いやでも多分僕これで当たると思うんですよね。あ、そうか、私もこれだと思います。リュウさんに捧げます。わぁなんで、上上上上上正面する、正面正面正面失礼いたします。はい、チョコバナナファンキー。はい、ありがとうございます。かわいい、かわいい。はい、メープルシロップ。メープルシロップ、まずはかけずにいくタイプかな、はい、これは。私マルゲリータです。でもね、でもこれめっちゃ重そうと思うじゃないですか。柔らかくてこのパンケーキすぐ溶けちゃうから意外といけそうです。かわいい、かわいい。ふわっと、めっちゃふわっとしてます。なんかずっしりっていうか、ホイップとパンケーキです。うん、全然いけるかも。おいしい。よし、じゃあちょっと、あの、なんていうの、あの、本格スパイスみたいな感じ。あれあれ俺間違ったこと言ってみると思ったけど、いや、なんかあの、本場の人が作った風な感じ。カレーが結構スパイスがちゃんと効いてる感じ。うん、なんでちゃんとしたこと言ってるはずなのにちゃんとしたこと言ってないよ。最後これね、昔からなんですよ。これ具材もゴロゴロしてて美味しい。うん、今これ美味しそう。はい、ありがとうございます。来ました、マルゲリータ。いいね。じゃあやっちゃおっかな。一人で食べるからやっちゃっていいことしちゃうもん。うーん、おーおー、いく、おー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 、これだから作る、うん、うーん。うまい、間違いないわこれ。あのモッツァレラチーズ、トマトソース、バジルソースがうまいのはもう当たり前なんですよ。これ生地のうまさだよ。この、何この絶妙な作物食感。ガス、ね、そう、ガストのピザの生地がめちゃめちゃうまい。これすごいわ。あいつ俺のこと見てもくれなかった。いい、発表しますか、ケースが気遣ってる。いい、あいつは一人でできるもの魂を売った男だ。今度スタジオに乱入しよう、やりましょう。ライブ配信乱入しよう。はい、ハゲさんパクパクでいく俺。ハゲパクでいくよ俺。パクパク間違えないだけ。一人で入るもん。勝手に入るもん。おいー、ここまでいってね。おいー、さすが。はい、お願いします。松口さんのお世話になりました。マルゲリータピザ、はい、ランクインです。イエーイ、マジで。ピーマが食べたチョコバナナとマスカルポーネのパンケーキですね。はい、こちらはランキングに入って、今6000。いえ、本当に？嘘でやれ。というわけで残りの2つのソフトクリームお願いします。なさいよもう。栗とあれ。もうそれつかないよ。ソフトクリームの小豆とブラウニーと喫茶店のプリン、ソフトクリーム&ブラウニーお願いします。喫茶店でいいですよ。ダメだよ、俺これ言ったでしょ。時間かかるよ、多分俺。え、いただきます。あ、いただきます。美味しい。うめぇ。これはちょっとまた別ですね。うまい。これ何かかってるんですか。黒蜜。黒蜜。あ、店員さんありがとうございます。すごいな、男気だな。まだ食べれない。シンプルに。え？すいません。早く言ってよそれ。いやいや、すごい食べたそうに手やました。
やっていいんですか。お最後の一口、うん、今日一番可愛い、可愛い、今日一番可愛い、可愛い、はいはいはい、お願いします。結構なんか食べる前吸ったもんだしてるじゃないですか。これがこれ食べて食べたい。当たりなのは、当たりというかランキングに終わったのは鈴木さん。これどういうリアクションシーンだから。おめでとう。喫茶店、はい、あれはランクイン。あーすごい、わかんねえ。7位発表する。じゃあお二人とも背中向いてもらって7位のものがポンってでしょ。あーお願いします。どっちの方がいいでしょ。触るな触るな。どっちだよ。おうおう、わあ俺、ちょっと俺7位なの。おめでとうですよ。おめでとうございます。ありました。マルゲリータの国で喫茶店の国が7位です。ありました。これわかんないよ。じゃあこれはあれですか、僕が幸男さんになんか素敵なスニーカーをプレゼントするという形で。そうですね。じゃあこの回のスピンオフを取るということでよろしいですか。よかったでーす。ヒミにプレゼントしちゃおうかな。イエーイ。え、じゃあ何、今日打率で言うとどういう感じなの。確かにそれ聞きたい。一番2個だ、2個だ。山盛りポテトとポテトと最後のやつ、このアロドサイドチキン、2、オムライス、オムライス3です、松口さんが、松口さんが、本当に3です。あ、じゃあ別になんか偉そうなこと言えない俺。出だしバージョン3、2、はい、あー、ただの出だしバージョンじゃん。なるほどね。じゃあ次のスピンオフはさっちゃんが欲しいスニーカー3つ当てるまで買い続けます。はい、というわけで今回はサムライティング出張編ということで、ガスさんで買い物7をお送りさせていただきました。はい、皆様のね、あのコメントがもしあのたくさんいただけたなら、幸男さんもね準レギュラーでまた次の企画があるかなと思いますので、お願いします。もよろしくお願いいたします。ちょっとあの酒が飲みすぎかどうかだけコメントください。もうちょっと控えろって言われるなら控えますので、お願いします。じゃあ本日は紹介さんに締めてもらいましょう。はい、お願いします。僕すっごい大事なこと今思い出してて、はい、サムネイル撮ってないんじゃないか問題がすごい頭の中で気になっちゃってるんですよ。、うん、なんか絶望顔とかでいいんじゃないですか。そうそう、撮りますか後で。じゃあ、はい、じゃあ今日そうですね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとこれに懲りずにまた次もよろしくお願いします。はい、皆さんガストさんに来てね。はい、待ってるよ。ガストさまーす。